沖縄県を訪問中の岸田総理大臣は再来年度以降に返還が予定されているアメリカ軍キャンプ瑞慶覧の一部地区について返還前にアメリカ側と共同使用する方針を表明しました。緑地公園として、利用していただくこと、近々日米で合意を、することが予定されています。岸田総理はアメリカ軍キャンプの一部ローワープラザ住宅地区にお視察し、再来年度以降の返還に先立ちアメリカ側と共同使用する方針を地元の市長らに伝えました。今後は緑地公園として整備される予定で、岸田総理は沖縄全体の発展のためにどう活用されるのかが重要な課題だと返還に向けた意義を伝えました。